このヘッドですね、なんですけれども、とてもいい、モールドがされてるんですが、気になる点はですね、ズボンの処理と一緒でこの辺ですね、この辺のモールドがだるいなっていう感じですね。パーティングラインはこういう風に入ってます。プラモデルってこんな風に分かりますかね、こういう風に型を合わせてここの穴を開けてるんですね。そこにこうプラスチックを流し込んで固めるんですけれども、これを横から見ると断面図で見るとね、こうあって、まあこういう風になってるね、こういう風になってるわけですね。ここにこれが合わさって、ここにプラスチックが溜まって成形されるんですけれども、これね、こういう風にはできないですよね。極端な話ですけども、こういう風には作れないですよね。こういう風な金型にしちゃったら、ここにできたプラスチックの成形品を取り出せないですよね。引っかかっちゃうから。だから必ずこういう風な緩やかなものになるんですね。だから物がですね、こういうような成形品っていうのは取り出せないんですね、多分。どうしてもこれじゃなくて、こういうような、ここはちょっと三角に伸びた、極端な話ですけどね。こうパーティングラインに沿ってこう、こういうふうな成形品は作れないので、こういうふうな成形品になると。ですんで、人間の頭がこれ今、こうパーティングラインがあるんですね。要はこういう風な形ですね。こういう風に成形されてますんで、絶対にこの頭の上から見た絵がですね、これになるわけです。これになるわけです。つまり、こう鼻があって、こう顔があって、こうありますよね。で、耳があるんですけども、人間ね、骨がね、あるんで、こうちょっとへこんでるはずなんです。ちょっとここがへこんでるというはずなんですけど、こういうのが、これに相当するものなので、なかなか成形しにくいので、模型上はなんかこんな風にな、大げさに描けばこんな風に多分なっちゃってるんですね。これがこうなっちゃってる。その上に耳がある感じなんで、この顔がですね、横に選ばってるんですね。こういう風に。本来はこういう風に貼るはずのものがもう選ばって横に広がっちゃうんで、ですので今ここからこう見て、まあこう台形になってるわけですね。それをまあなんとかしたいということになりますんで、この辺が本来はもうちょっと奥まってるはずなのに、だいぶ出てきちゃってるのが、正面から見た時にちょっとなんかいまいちなものに見えてしまうという部分なので、ここをへこましたいと思います。あとこの辺をしっかり、エッジを出すということですね。で、吉岡さんのダイオラマパーフェクションの中では耳を一回削り落として、造形し直すっていう風になってまして、それをしてもいいんですけれども、なんか大変なことになりそうなので、ここはまあこのプラスチックをそのまま使うということでなんとかやってみたいと思います。ある程度笑うんで、ここにこうね、肉はこうつくとは思うんで、そんなにもシャープにしなくてはいいとは思うんですが、笑う口が開くと顎が骨が下がって、多分ここのお肉がたまるんですね。ここにタプってなるんで、多少このふわっとするのはいいと思うんですけど、モデリング彫刻刀ですね、丸刀なんですけれども、これを使って
削ってみたいと思います。デザインナイフではなかなかね曲面のえぐりができないので、これを使ってここのへっこみを再現したいと思います。とにかく耳を削って落としてしまわないようになんとか頑張りたいと思います。ここですね、少しずつ少しずつ台形状のテーパーを補正するという気持ちでちょっとえぐっていきます。あとここの襟元、顎元ですね、人形の造形をするときにいろいろ素人なりに頑張ってるんですけれども、こういう本を持ってます。でですね、この本はまあいろんなねこうハリウッド級の、造形師さんの、載ってるんですけれども、これですね、頭蓋骨ですね、それをに肉付けしながら乗ってまして、肉付けしながら造形していくっていうのは乗ってまして、例えばこれなんか見るとここが結構へこんでるんですよね。ギューッとへこんでここの部分がポコッと盛り上がるっていう感じなんですね。これですね、ここが一回へこんでもう一回盛り上がるんですね。それをなんとかねこの造形においても再現したいと。それが多分先ほどのその話の中であるここの部分でうまく表現できてないので、やりたいわけです。非常に切れ味がいいのでね、こうわずかにスッスッとやるだけでいけるんですけど、あとは耳もしっかり形に出したいのでね、適当にこうやってみましょうかね。流し込み接着剤で慣らす。ここも処理して。